NHK 名古屋の中日ファンのインタビューで放送事故。中日ファンがバッテンとなっております。中日ファンの存在自体が放送事故だろう。しかも中日ファンへのインタビューで臭い感でしょう。もう少し事故が早ければ立浪の顔に罰出てたのにな。なぜ罰をつけるんだい。ファンは必死だよ。ピンポイントでファンのインタビューだけに罰はいかんでしょう。名古屋って怪しいお米とか中日ファンに罰とか結構な確率でとんでもない放送事故を起こすよな。ひどすぎる誹謗中傷を超越した何かを感じる。立浪に罰ついてたらすれば爆伸びだったのに。これがちで名誉毀損だろう。また中日が面白いことしたのか。立浪関係ないところで笑い取ろうとするな。予想外の方向で笑い取ろうとするのやめろ。チュニドラが面白いことをしてる時期はもう過ぎたよ。球団が何もしなくても面白いことが起きるってずるい。こればかにしてるやろ。立浪の顔にバッテンついてたらめちゃくちゃ面白かったのにな。ご視聴ありがとうございました。